おっしゃー、リオルスです。それでは本日もドラゴンクエストビルダーズ2やっていきましょう。はい、床の色をちょっと変えました。うん、これだけでもだいぶ街の雰囲気って変わりますね。うん、ゴールドラッシュを迎えるにふさわしい、街並みになってきたんじゃないでしょうか。はい、ただね、ベッドいっぱいあるのにみんな床で寝だすんで、もうしょうがないから外にベッド置きましたこれでこの辺に寝てくれればいいんですけどね。はい、じゃあ地下に行って、笛の、かけらを探しに行きましょう。あと、そう、装備がレベルが上がりまして、新たに鉄の鎧を、はい、まあだいぶごつくなりましたね鎖片びらでもだいぶ、重装備感あるんですけど、これはより、もう本当、重戦車、いい戦士って感じしますね。はい、ただ移動は稽古着で。はい、じゃあ行きましょう。押す。はいはい、ワープがそこにあって、こんなすぐこんなとこから鉄の匂いがする。あ、金の匂い。おお、来たか、リオラス。ここがオイラが話した例の笛のかけらがありそうな心当たりの場所だぞ。なんでそんなことがわかるんじゃ。この岩の壁の奥にきっとお宝がある空間が広がってる。オイラの花がお宝石を捕らえたんだぞ。ここか。なんかいろんなとこ穴開けまくったんですけど、意外と当たんないもんですね。出てきたのはモンスターだったっていうね。頼むぞ、リオラス。道を遮る岩の壁をハンマーのハンマーでぶっ壊すんだぞ。君もハンマーぐらい使えそうだけどね。あーおー。ほい、ほい、ほい。どこじゃーい。お、なんだ、上が空洞になってるぞ。どこじゃーい。道はありますね。おお、さすがだぞ、リオラス。見事岩を壊したぞ。いや、さすがなのはあなただよ。なんで匂いでわかるんだよ、これ。確かに奥に何かありそうだ。リオラス、このまま進んでみようぜ。押す。金の鉱脈を探す笛を見つけるためだぞ。怖いけどオイラもついていくぞ。君なんだかんだでついてくるよね怖い子は言いながら結構普通についてくるよね。はい、ムシムシ、イエーイ、イエーイ、ダッシュダッシュ、みんなダッシュ。お、特に敵もいないし、メタルスライムいないな。なんか色が違う。あー、火か。ん、祭壇のようなものがあるわ。おお、地下にこんなでかい建物があるなんて。これが噂の神殿ってやつか。あ、じゃあハーゴン兄弟いるんじゃないの。おいら思い出したぞ。これは大昔ビルダーが作った神殿だぞ。ああ、過去の伝説のビルダーさん、きっと地震で地面に埋まったんだぞ。はあ、じゃあこれも話に聞く古のビルダーってやつがだろうね。ってことは僕が直すのかな。だがどうやらこれだけでかい建物はさすがの教団も壊せなかったみたいだな。そうなの、そういうもんなの。オンバが言ってた笛のかけらがある場所に間違いなさそうだ。早速行ってみようぜ。おいら怖くてガクガクブルブルだぞ。お前らこんな怪しい建物に入る気か。入るよ。カードの笛を自分の口で言うなんてお前よっぽど怖いんだな。まあ無理はしなくていいぜ。あ、ちょっと優しいだったらあとは任せたぞ。中で笛のかけらを手に入れて戻ってくるんだぞ。おいらその間に手前の入り口の穴を広げておいてやるぞ。ね、その辺もモンスターいたけど大丈夫。心置きなく笛のかけらを探すんだぞ。はーい。あ、すげえなー。すごい空間が広がってる。で、これ大事。これ大事。あれ、音楽がやんだ。あ、ピラミッドの曲になった。あ、とりあえずワープで来るようにはなった。デルル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 。わー、すげえ組み方してる。これ、こういう組み方何気にめんどくさいんだよね。わかるわー。僕ももうだいぶビルダーやってきましたからね。どこ行けばいいんだ。これは迷路だな。とりあえず左手に沿っていくか。こういう時は檻がある。なんだここは、すごい建物じゃないか。地下にこんな場所があるなんてな。おし、シド勝手に行くなよ、迷子になるぞ。
こういう場所怪しい仕掛けが謎がありそうだ。なかなか面白そうだぜ。頭使う系か。ビルダーパズル。おいリオラス、あれを見ろよ。お、動く石像。あー、なんかパズル要素あるな。他のところは石像が並んでやがるのに、あの2箇所だけ石像がないな。これ怪しい匂いがするぜ。俺の勘だが、あの2箇所に石像を置けば何か起きるんじゃないか。石像なんてどうやって運ぶんだ。ん？オリオルス、来てみろよ。この扉開くみたいだぜ。ローじゃないんだ。ほう、これ入ったら閉まる。ああ大丈夫、開けられる。これ宝箱開けた瞬間に扉に鍵がかかってモンスターが出てきてパーティー全滅みたいな。赤き板で赤き箱を引き寄せよ。青き床に赤き箱を運ぶのだ。さすれば道は開かれぬ。ん？赤板で？赤板で赤い箱を引き寄せる。一体何のことだ。謎を解けば神殿の奥に進めそうだな。赤いの調べてどうにかしてみろよ。まあ確かにね、考えるのは僕担当だからね。引き寄せてここに戻しちゃいいんだよね。うん、ここと？あ、簡単。あ、簡単。鍵、こんな簡単でいいの？ん？それは扉の鍵か。その鍵があればあそこの扉を開けそうだな。あ、どんどんレベル上がっていくのか。扉を開いたらもっと奥に進んでみようぜ。あの広場に奥石像を探すんだ。ちなみにこれ持って帰るやつに、ホワンホワンだよね。やっぱホワンホワンだよね。ホワンホワンだと思ってた。鍵を使う。あー、一回でなくなるタイプ。あー、で次はこっち。あー、なんか珍しいな、こういうタイプの洞窟は。やめてやめて、寝るのやめて。寝るのは嫌だ。寝るのめんどくさいくらいだ。あー、守備力なら OKOK。 んー、でこっちは行き止まり。こっちは行き止まりだね。あーと思ったらまだある。めっちゃ迷子になるこれ。あー、またパズルか。ヒント、一緒だね。赤い板で赤い箱を引き寄せて青に置く。砂置きのままに赤き箱を動く。あー、今度は自分で。なるほどね。ちー、またこの仕掛けか。今度は簡単にいかなそうだな。砂を置けば赤い箱の動きを操れるのか。よし、あとは任せた。あとは任せた。うまいこと仕掛けを解いてもっと奥に進もうぜ。なるほど、砂ね。箱がここにあります。じゃあこっちに運びたいから最終はここね。ってことはここに置く。でこう、はい。でこいつなんとか、うん、壊せる。こっち寄せて、こっち寄せて。あー、オッケー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 。こうこう、砂引き寄せる、砂引き寄せる。簡単。オッケーオッケー。どんと来いよ。おい、ちょろいもんだぜ。これはあれか、あの先代の伝説のビルダーが考えたのか。これ多分ビルダーじゃないと進めないようにしてあるんだろうな。うん、ちょっとその辺の魔物じゃ進めないようにして、奥に大事なものしまってる。あの迷路、あの立体にされると僕わけわかんなくなるんだよな。困ったな。ちょっと下に降りるの後にしよう。こっちはいける？いけないか。いける、あ、いける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 。何？あ、楽譜、古代遺跡の楽譜。あ、この曲。あ、やった、嬉しい。楽譜嬉しい。楽譜は嬉しいな。早く立夏の宿屋の楽譜ないかな。
ピラミッドも好きだけど、ちょっと街で流す曲じゃないよね、これ。これ一応上から行ってどうだか。やっぱ降りなきゃダメ、これ。降りなきゃダメ。あ、まだ大丈夫。まだ行ける、まだ行ける、まだ行ける。なんか下崩れてるよ、下崩れてるよ。やばい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 。なになになにこれ。あ、まだ、あ、いけるいけるいける。よし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 。ん？あ、石像いるじゃん。これ？あれ？宝箱？ん？モテるー。モテんのこれ。モテんのこれ。あ、鍵手に置いた。え、何？お、その鍵今までと違うみたいだな。銀の鍵か。ここまでこんな鍵使う扉あったか？一度神殿の入り口まで戻ってみようぜ。石像は一つ手に入った。その鍵で扉を開けて進めはきっともう一つの石像があるはずだ。いや、ビルダー君の力すごいね。マシャよ。ダンスダンスイン。ダンスイン。やばい、これ面白い。ビルダー君のパワーすげえな。シドに負けてないでしょ、これ。ああくそ、おかしなところに落ちたな。怪我ないか。囲まれてる。ジー、魔物どもがうようやがるな。いや、それより石像どこ行った？ユルス、あいつら俺に任せとけ。お前は出口を探すんだ。ああ、持ってた、持ってた。よかった、よかった。ちょっと待って。箱大事。ああ、薬草。ちょ、石像ちっちゃく。あ、そっか。あれ、ちっちゃくして運べんのか。なんだ、持ち歩くなくていいんだね。出口。ちょっと待って。ジュース飲んで。出口。ちょっと待って、箱大事。なんか取った。剣。何の剣これ。何剣？鉄の剣持ってる。あれ、なんでまたこれ出した俺。あ、こうか。あ、まあ、なんか面白いからこれでいこう。出口。使う？ん？ん？ん？ちょっと待って。扉を開ける術を探すべし。何時さもなく、亡者に飲まれ、亡者と化そう。あ、じゃあこの人たちは、ひょっとしたら、ここに紛れ込んだ冒険者かもしれないのかな。扉を開ける術だと、ひょっとして鍵のことか。もしまだ持ってないなら、あたりを探してみろよ。こんなとこ早く脱出しようぜ。そうだね。鍵？どこ？やだ、うざい。鬱陶しい。あ、箱あった。鍵あった。よし。ちょっと待って。どこ行った。あった。オッケー。よーし。他なんか取り損ねてないよね。もういいよ。行こう。使う。早く。あ、もういけんのか、これ。もういけんのか。よいしょ。あれ、シドは。シド。あ、来た。で、入り口まで戻ろうって言ってたよね。あれ、こっちの上。あ、まあ、ワープで戻りゃいいのか。金の鍵使うとこあったー。ここかー。こんなとこにあったのか。よし。迷子が一番的だ、本当に。まだクイズの方がいい、本当に。クイズでお願いします。いや、本当クイズでお願いします。迷子はもう勘弁です。石人形が現れた。喧嘩では勝てぬぞ。ああ、なるほどね。こいつやけに硬いな。まるで石みたいだぜ。石人形ですから。石です。剣や斧は効かないみたいだ。ひょっとするとここはビルダーの出番かもな。ハンマー？おお、いい音する。でけでんでんでけでんでんでけでんでん。怪人の一撃だらけ。なんかしてる。当てづらい。ちょっと待って。なんか軸が合わない、軸が。あー、今だ。オッケー。あー、起きて。あ、いだ。ほら。
いい音したデデデンデンデデデンデン、ヤッフェイ、よし石野郎をなんとかぶっ壊せたら。どうやら石でできた魔物にはビルダーのハンマーが効くらしい。奴らがまた出てきたら頼むぜ。まあそうだね、確かにね、衝撃には弱そうだからね。ん、リオルス、奥にまた鍵付きの扉があるぜ。宝箱の中に鍵はないか。ああ、こうやって封印が解かれるんだね。またこの鍵、爆弾、爆弾、爆弾っすか。もう黄金の鍵、ここ。あ、黄金の鍵ですね。オーケーオーケー、順調になってきた。うん、ん？ん？爆弾がヒント？爆弾がヒント？ではない。ではない。爆弾ではない。爆弾じゃない。爆弾ではない。え、何のためにここ来たんだ？あ、こっちか。一生懸命爆弾で考えてたけど、普通に扉あったわ。はいはいはい、またこれね。赤き板で赤き箱を引き寄せよう。青き床に赤き箱を運ぶのだ。うん、それは分かった。水は引き合う力は阻むもの、水源をブロックで囲みせき止めるべし、さすれば道は広けん。ああ、なるほどね。おいおい、またこの仕掛けかよ。今度は水ってわけだ。この水を止めればいいのか。だが柿の潰しはダメだろうしな。どうするリオルス。いや、まあ蓋すればいいんじゃないか。蓋をすればいいんじゃないか。まずここで蓋します。まあこういうことで変でない、こういうことでしょ、だよね。うん、で岩がここにあります。あそこに運びたいです。ということは、これ壊れない、うん、こっちに運ぶ方法がないな、こっちに運ぶ方法がないな。どうしたらいいんだこれ。こうじゃダメだよな。とうとう難易度高いの来たな。こっちにやりたいんだけど。あ、来るのそれ。え、それで来るの。あ、なんだ。え、それで来るんなら話は別だよ。うん、あ、じゃあちょっと石置いとくべきだったな。ちょっと待って、ちょっと待って、戻れないこれ。この辺で引き寄せたりしない。あ、来るね来るね。あ、そんなちょっとずれててもいいんだったら結構簡単だぞ、この。こうだよね。で、こうで、こうでいいの？あ、簡単じゃん、なんだ。もうきっちりこのライン上じゃないとダメかと思ってた。なんだ。余裕っすな。あ、この絨毯を持って帰ろう。あ、壊れないよ。はいはい、奥ね。いいっす、いいっす。なんだ、簡単、それじゃちょっと簡単すぎないですか。ちょっとビルダー舐めてもらっちゃ困りますよ。ちょっとここまでね。お、引き返せ。ん、引き返せだと。リオルス、お前いつからそんな偉そうな口の利き方になるんだな。普段丁寧口調で喋ってんのかな、これ。主人公の声は出ないけど。何喋ったの、この仮面だだと。ち、偉そうな仮面だな。無視して進もうぜ。これ持って帰れないか。持って帰れんじゃん。悪魔の壁飾り。引き寄せ。はいはいはい。じゃあ一緒に行きましょう。引き寄せ。
これ持って帰れんのおかしいだろ。控えぜ。あ、カタカナになった。はいはいはい。あ、お疲れちゃん。お疲れちゃん。あ、どっち？鍵ないからどっちか。おお、またあの石像があったら。これで石像2体見つけた。最初の広場を乗って台の上に置いてみようぜ。それはいいけど。はい。これ鍵？あ、鍵だ。あ、で今の前のところが開けられるのか。楽譜もう一個ないかな。楽譜何が嬉しいって、楽譜が一番嬉しいよ。うん、ん？あ、これスタート地点に戻ってきたのか。あ、ショートカットができたってことね。 OKOK、 じゃあこれで、あー、行き過ぎた。行き過ぎた。この先だよね。ここだ。こっちだからこっちだね。なんだ、もうちょっと歯応えのあるクイズでも良いのじゃよ。ほい、ちょっとずれてますね。ほい、まだまだ続くのこれ。なんだこれは。おい、リオロス、石像たちの様子がおかしいぞ。倒すんですね、倒すんですね。なんとなく予想はしてた。気持ちいい。気持ちいい。めっちゃ気持ちいい音が。あとハンマーも振ってるとね、振り向けないんだよねこれ。指導がおとりになってる間に、おとりになってる間に、指導がおとりになってる間に。あと範囲が狭いこれ、ハンマー間。横に倒れるだけで攻撃になるのかこいつら。あら。動かない石像、動かない石像。動く石像を倒した。イエー、うん、これでクリアか。 あそこの宝箱開いたみたいだぜ。これで笛のかけらか。複雑な仕掛けとでかい石像に守られてたんだ。きっとすごいものが入ってるぜ。すごいものか、お宝。まあ笛のかけらなんだろうけどね。もう一回これ取ろうとしてるんだよねこれ。一回ズルして取ろうとしてるんだよ。跡が残ってる、恥ずかしい。きたー、笛のかけらを手に入れた。あれ、そういえばジュエルンってどこにいるんだ今。おお、それがゴルドンが持ってやがった山彦の笛の残り半分か。全く、なんだってこんなでかい建物に大げさにしまい込んであるんだ。だビルダーのね、師匠が後の後継人のために残したんだよね、あのモンゾーラの名役みたいに。ってことだよねきっと。こんなクイズはもうあのハーゴン兄弟には解けないだろうということで隠してあったんだよね。まあいい、それをくっつければ金の鉱脈を探せるんだろう。一度ゴルドのところに戻ろうぜ。オッケー、楽譜は一個だけか。まあそうだよね、行こう行こう。どうだここ。こんな離れた土地だったんだ。結構奥まで来たんだね。よっしゃー、これでゴールドマンになるのかとうとうオッカムルもクリアなのか。はい、あのそこのくたびれたおっさん直してきたよ、直してきたよ、拾ってきたよ。ウゴゴーリオルス、笛のかけら手に入れたのか。俺思い出した、その笛半分にして俺から奪ったのはメドーサボールだ。はあ、そう。でも何のために。笛があればいろいろなものを探せます。きっと兄弟にとって邪魔だったんでしょうね。あ、最近ちょっと出番が増えてきたセルジ君、うん、ただまだ仕事はない。うん、だけどだとしたらどうして半分だけ神殿にしまっておいたのかしら。わからないけど俺いつかメドーサボール倒す。そのためにもゴールドマンに戻りたい。ゴールドマンに戻ればメドーサボール倒せるようになるのか。一回負けてんだよね。さあリオロス、金探すために笛作ってくれ。うーん、笛を、笛のかけらで笛を作るのか。山彦の笛、珍しい鉱石の場所を知らせる不思議な笛。はあ、
これでどこどこどこ、あった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 、笛のかけら笛のかけら材料笛のかけら、え、叩いてない、それ壊してない、壊してない、それ破壊してるよね、吹いてる、やまびこの笛を吹いてみよう、金鉱の場所が、音符が返ってくる、音符をたどって金鉱を探そう、あーなんか面白そう、というところで今日はもう多分時間なんで、はい、この辺で終わりたいと思います。これどうしよう、ちょっとその前にこれ置いてみたいな、これ置いてみたいな、喋んないの喋んないの、これ喋んないのこいつはすげーって喜んでる、カルロさん、あーありがとうございます、これいいねちょっと不気味だけど、まあ村の守り神としていいんじゃないでしょうか。はい、それでは、ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。失礼します。バイバーイ。